はい、こんばんは、サディロム斉藤です。今日は中三理科生殖の2回目です。で、前回そら豆の根の先端とか玉ねぎの根の先端を顕微鏡で、細胞分裂の様子が、観察できます。で、その観察の準備まで、見てもらいました。で、今回、実際にその顕微鏡で見た映像が用意できたらいいんですけど、ちょっとそれが用意できないので、私が得意とする身近なものを使ったモデルで見てもらいたいと思います。で、今日使う身近なものっていうのが、はい、これ爪楊枝です。で、爪楊枝、皆さんも4本用意してください。これもすぐに家にあると思います。で、そのうち2本に同じ色を塗ってもらって、2本はそのままでもいいですし、別の色を塗ってもらってもいいです。私は2本を青、2本を赤に塗りました。はい、それでは細胞分裂の様子をちょっとモデルで見ていこうと思います。まずこの黄色い長方形、これ A4 のコピー用紙なんですけど、これが1つの細胞です。で、真ん中にこの白い部分、これが核です。これはもう2年生で習ってると思います。はい、この細胞と核がある状態で、この核の中は普段こう膜があって中身見れないんですけど、ちょっとこの中を覗き見してみると、この細胞だったら4つの染色体、青の長いの、青の短いの、赤の長いの、赤の短いの、この4つの染色体があることが分かります。これさっきも言いました、実際見えないですよ。で、これが細胞分裂を始めると、はい、だんだん核の膜が薄くなって、核の中が見えてきます。そしたらなんか染色体があるのもだんだんと見えてきます。で、これ前回習った染色液、酢酸カーミンとか酢酸オルセインで着色してやると、その染色体に色がついて観察しやすくなります。さあ、で、この核の膜が薄くなって中が見え始めると、さっきまで1本だったはずの染色体がこういうふうに2本のセットを作ります。2本組になっていきます。で、だんだんこう2本組のができていくと、核のこの膜がもうなくなってしまって、ちょうど細胞の真ん中あたりにこの2本ずつの4組の染色体のペアが並びます。さあ、で、このあとどうなるかっていうと、それが1つずつ分かれて上下に移動していきます。ですから全部青の長いの短いの、赤の長いの短いのっていう4本ずつの染色体が上下に分かれた状態になります。で、その後なんか真ん中に仕切りみたいなのが見え始めて、さっきの核の膜、薄い核の膜ができ始めます。で、染色体がその核の膜の中に入り込むというか閉じ込められていきます。はい、そして完全に仕切りができた時にはもう核の膜がきれいにできて、もう中の染色体は見れない状態になります。これ一番最初の、細胞のが、2つ分裂して2つできた状態になります。これで体細胞分裂が完了です。さあ、これを一つの流れで見ていきます。だから最初の細胞で、だんだん核の膜が薄くなって中の染色体が見えてきます。で、これペアになってるのが分かります。それが真ん中に並んでたのが両側に一つずつ移動していく。で、それが核の膜の中に取り込まれて、真ん中に仕切りみたいなものができてくる。で、最後完全に仕切りで分けられて、
核の膜で中の染色体が見えなくなる。そうするとこの細胞が2つの細胞に分裂した、体細胞分裂が完了したっていうことに なります。これが、まあ、体細胞分裂をモデルで見た状態です。はい、ちょっと今日長くなりそうなのでここまでにしておきます。